はい、どうもお久しぶりです。ガサガサの鬼です。今日はちょっとね、甲殻類取っていこうと思いますね。ガサガサっていうのはね、ポイント次第なんですよ。結局ね、ああいう本流のとこはね、ちょっと捕まえにくいのがあって、まあ自分がガサガサどうやったら簡単にね、甲殻類捕獲できるか、自分が指導って言ったら欧米かな、自分がレクチャー、ね、していこうと思います。ああいう本流狙ってもなかなか取れない。ガサはね、俺は鬼から言うと、ああいうとこ、淀み、あそこに流れ込みがあって本流があって、淀みには甲殻類がめちゃめちゃいる、たまり場になってる。ああいうとこは絶対ちょっと見てみるか、どういう生き物がいるか。やばいよ。これだね、網ピント、網と、これ行こう。ちょっとね、気づかれないようにね、こそっと行くよ。ちょっと危ないな。これ片手でこういう風に、多分いると思うんだよね。行くよ。あれ、なんか足跡がある。なんだこれ、鹿とか来てんじゃないか。ここちょっと寒いな。うわ最悪、踏んだ、これ足がビショッと踏み込んだ。まあいいや、やっていこう。多分ね、こういうとこにいるんだよ。ちょっと見る。これがでもプロのやり方よ。このね、グリーンについてるから大概。よし、なんか取れたんじゃない。あれ、あれついてないの。一発目失敗、二発目いくぞ。ガサガサの鬼としてはね、こういうとこかな。多分ここいるよ。行くぞ。これ来たでしょ、これ来たでしょ、これ来たでしょ。よし、うわびっくり石がどれだろう。カメを隠しないが、カメを、やばすぎ俺今ドギッとした、石かなみたいな。カメ、ガサガサ史上これ初めてだな、カメ捕獲は。あ、エビも取れてる、見える、ほら拡大していくよ、ほらエビとカメ。ちょっとやべえな。あれ、生きてるよね、死んでないよね。うわ、これ何、ミドリガメ、何、石ガメ。ちょっと捕獲しよう。ふう、パンパンなっちゃったこいつ一匹で。こっち他に何が取れてる。あ、エビが取れてるね。これエビとか、これね、甲殻類捕獲しに来たからエビが取れてますね。ちょっとカメ君いたらちょっと入らないから、エビが、逃がしてあげよう。はい、カメ君、はい、逃げて、はい、逃げて。何ガメか分かんないけど、ほら何ガメ、これみんな教えて。石ガメ、草ガメ、緑ガメ、何、おい、逃げてね。今でもカメと一緒にエビがちょろちょろ取れてるな。ていうか5分ぐらい置いてんのにカメが逃げないんだけど。もう逃げて逃げて、動かないなんかそういうイノシシとかに襲われたと思ってんのかな。はい、じゃあやってきます。結局ガサガサってポイント次第なんだよね。こういう木の下とか、こういう緑がある、こういうとこは何かしらいるはず。ほい、取れたでしょ、これで。なんか水草邪魔。あれ、坊主、あ、エビがいる、エビがちょっとだけ、この辺かな。もうカメは取れなくていいわ、この辺かな。おっしゃ、エビ結構取れたでしょ今の。どう、まあちらっと少しエビが取れたって感じね。こんな感じ見えるかな、これ。はい、また取れたね。あ、これザリガニじゃない、これ。見て、見える、ピン立ってる、ザリガニじゃないこれ。ほら、後で見てみよう、ザリガニだな。
とエビとか。はい、またザリガニ取れました。これいくよ、拡大。これザリガニでしょ、見える？これザリガニじゃない？ちゃう？ほらザリガニでしょこれ。うわ、ちっちゃ。2センチぐらいのザリガニ捕獲です。ザリガニちゃん、お、よいしょ。うわ、ヘドロだ。お、なんか取れてるぞ。おお、ほうほう、ザリガニ伝説の内田かな、内田かな、これ。うわ、なんか変なもん食えた。タガメかな、何あれ。これアメリカザリガニでしょうね。内田ガニ、ザリガニっていうのはこの東海地方にはいないと思うんでね。アメリカザリガニの子供かな。おう、うわ、汚れちゃった。はい、また捕獲。アメリカザリガニでしょ。これ、これ、見える？うん。死んだふりしてるかな。うん。おう、ザリガニちゃん。はい、また捕獲。ああ、小魚取れちゃった。これ逃がしてあげようかな。すごいちっちゃい小魚。なんだろうこれ、拡大。これなんだろう、オイカとかカワムツの子供かな、なんかわかんないけど。おお、エビも取れた。こんな感じ。やっぱりね、ガサガサするポイントによってね、何が取れるかは違うね。今向こうの本流の方をガサってきたんですよ。ちょっとこれ逃がしてあげよう、かわいそうだから。はい、やっぱりガサガサする。ちょっとごめん、逃げろ早く、カメいつまでいいんだよ逃がしてあげる。これね、ガサガサする場所によってね、この辺はザリガニとかエビが取れた。で、今取ったのはこの辺をこうやって、こっち側からこういうような感じでやってやったら小魚が取れた。やっぱりね、ガサるポイントによって何がいるか違うんすよね。おお、取れた取れた。ほら、また小魚でしょこれ。拡大拡大。これなんだろう、オイカはカワムツか。エビも取れたね。まあいっぱい取ってもあれなんで逃がしてあげましょう。観察なんでね、うん、ザリガニをちょっと持って帰って今回は飼育しようと思ってます。あとドンコの餌にね、エビを与えたり、まあザリガニもちょっと餌の分と飼育分と分けてやっていこうと思います。ここなんかいるんじゃない？多分いるよ、多分おるよ、おるよ。うお、おう、なんか取れたでしょ。うおうおう、なんだこれ。うわ、エビが欲しいんだけどな。はい、うん、やっぱ日によって違うね。ここ実はね、2週間ぐらい前に来た時、撮影せずにドンゴの餌をね、これに取りに来たんですよ、一人で。したらガバってね、さっきのドブンとかやったらザリガニのこんな1センチぐらいのが大量に取れて、これどんだけ取れるんと思ってカメラ持ってこなかったんだけど、その時は。まあそれがザリガニがなんか移動してるね、あんまり取れない。今日一すくいでね、めちゃめちゃ取れたのよ。今日取れない、あんまり。やっぱり雨が降ってそういうのでね。おお、また小魚が見える。おお、あ、ゆくさんらに小魚隠れてますね。ほら、やっぱ日替わりだね、うん、この辺。やっぱこっちのよどんだところはエビとかザリガニがいる。これ取れるでしょ、これ取れるでしょ。なんかこれがプロのテクですよ、このね、内側を。よしよし、取れたでしょこれ。うん、あれ、ほとんど取れてないエビがちょっと、いや、坊主に近いじゃん。はい、また取れました。
ザリガニだいぶ減ってるね、数が。だから移動したんだろうね、ポイントを大量に。あ、柔らか。うわ、これ脱皮して間もないよ、これ。めっちゃめちゃ柔らかい、これ。柔らか、柔らかい。お、脱皮間近のザリガニだ。あとはあんまり取れないな今日。まあこういうポイントもね、日替わりってことですね。だから雨が降ったり、その関係でね、エビがちょろっといるけど、うわ、これやば、ザリガニの超赤ちゃんじゃないこれ。ちょっとこれ、これ見える？ザリガニの超赤ちゃんでしょこれ。ほら見える？これこれ見て、指の大きさから。これザリガニでしょ、エビじゃなくて。ほらエビじゃなくてザリガニだと思う、これ。どう、ちょっと見て、見える？見える見える。これザリガニでしょこれ、エビじゃなくてね、この形は。おお、ザリガニの超赤ちゃん。はい、ということでね、今日はなんか今どうなんだ、15分ぐらいやっただけなんだけど、今日はあんまり撮れない。この間ね、カメラ持たずにね、あのドンコの餌を取りに行った時はね、一すくいで大量に取れたから、やべえと思ってね来たんだけど、今日はあんまり取れなかった。まあ15分ぐらいしかやってないけど、ということで今日はこれで帰って、まあ後でちょっとこれ綺麗な水入れてね、何が取れたか見てみよう。そんな取れてないよ、ザリガニ5匹ぐらいと、エビが15匹ぐらいかな。まああれだな、ガサガサも火によるってことだね、釣りも一緒で。どっかに移動してるんだな。ということでまたお会いしましょう。ちょっと水が汚くて見づらいかな、見えないよねこれじゃ。はい、じゃあちょっとあの家に帰ってから綺麗なとこで撮影します。はい、こっからはね、先日購入したルミックスの単焦点レンズでね撮影していきます。はい、家に帰ってきました。今回ものの15分でね、こんなに撮れましたね。ほんと何回すくっただろう、こうやって網ですくった回数は多分15回ぐらいかな。そんなにやってないんだけど撮れましたね。でも本当はもっと撮れるんだよね、もっともっと大量に撮れるの。だけど今日多分あのカメがさいたでしょ、俺が捕獲した、あいつが全部食べちゃったんだね。こんな感じなんだけど、ザリガニ君指と比較したらサイズこんな感じね。でこれはザリガニをちょっと飼育分と、あとエビ君はドンコの餌にしていこうと思います。はい、上から見るとこんな感じですね。1,2,3,4,5,6 エビは20〜30匹、20匹ぐらいかな。ザリガニが4匹、あ、5匹か。あ、これだ、これさ。ごめんね、ちょっと手で持ってるから手ぶれがひどいと思うけど、これこの極小ザリガニ見て、見えるかな、超ちっちゃいよこれ。こっち横から見た映像ですね。単焦点レンズ、レイカの、あ、ライカのね、単焦点レンズで撮影してます。エビちゃん、これはみな沼エビですね。おお、ザリガニちゃん、おお、ザリガニちゃん、すごい。これ画面いっぱいにしてるからでっかく見えると思うけど、すっごいちっちゃいからね。この真ん中にいる沼エビが約 2.5 センチかな。おお。ということでね、ちょっと弱肉強食で申し訳ないんですけど、餌と飼育用と適当に分けてやっていこうと思います。でもあれだな、こうやって見ると、前回っていうか、カメラ回さずに一人で行った時はね、今日のもうほんと10倍ぐらい、グバー撮れたんだよ。だけど今回こんな撮れなかったってことは、あの、カメさんいたじゃん。あの、カメさんが、多分こいつらバクバク捕食して、すっごい少なくなってたなと思う。まあ、俺の想像だけど。もしくは、イノシシが来て、ザリガニの、がね、子供が大量にいるから、バクバク食べたのか。でも俺、あの、カメが怪しい気がするな。あれ、緑ガメかな、あれ。何ガメだ。はい、ということでね、ガサガサの鬼でした。またお会いしましょう。あれだな、ちょっと話長くなるけど、こういうさ、あの、カメがさ食べてたっていうことじゃん、こいつらを。このザリガニの子供いっぱい食べてたってことはさ、なんかあれだな、このこいつらを捕食するカメ、ミドリガメ多分食べたと思う。
まさに本当弱肉強食だよね。まさに人間社会というところのなんか中小企業の、こいつらが中小企業でね、大企業の神が来てバクバク食べてたみたいな、中小企業もしのぎ合いみたいなね、もう人間社会の縮図ですよこれ。本当にやばいっすわもう。